はい、コーズの趣味部屋へようこそ。今回はね、こちら、ドラゴンボールスーパー孫悟空プレスということでね、スーパーサイヤ人3のね、悟空、こちらをねまた、中古で買ってきました。まあ、中古といってもね、未開封ですね。はい、いやー、一応ね、これはね、このスーパーサイジン3はね、前からちょっと欲しいなぁとは思ってたんですけどね、なかなか買う機会がなかったんですけど、まあ、近くのね、リサイクルショップで、見つけたんでね、購入してきました。はい、ではね、早速開封したいんですけども、箱がね、ものすごく重いんですよ。グランジスタに迫るぐらいの重さありますね。まあ多分この頭部がね、多分すごい重いんだと思う。いや、これすっげえ重いわ。これ UFO キャッチャーで取るってなると、これ相当アーム強くなきゃあれだよな。はい、じゃあね、開封していきましょう。はい、今ねちょっと箱を開けたんですけれども、見てください、パンパンに入ってますよ。パンパン、すげえ隙間がないぐらいパンパンに入ってますね。いや、これは重いはずだわ、これ。はい、じゃあね、続いて箱から出してみましょう。はい、箱から出したんですけれどもね、ついね、台座、出しちゃいましたね。ね、一応中はねこういう感じで入ってますね。足と胴体で頭、やっぱ頭がすげえでけえ。いや、これがねすごい使えてて全然出なかったね。うん、いや、これは頭だけだな、この重さ。いや、これはすっごいボリュームだな。はい、じゃあ早速組み立ててみましょう。はい、ということでね、組み終わりました。ではね、見ていきましょう。はい、じゃじゃじゃんとね、うわ、かっこいい、すっごいかっこいい。いや、ボリューム感がすっごいわ、これ。いや、これね、頭部だけでもすっごいボリューム。ね、悟空の顔もねすっごいかっこいいんだよね。うん、よくできてる、ほんと造形が。うわ、かっこいいな、似てるしね、めっちゃいい。いや、すげえかっこいい、これ。ボリュームね、髪のボリュームがすごいからね、別パーツの支え棒で ね支えてる感じになってますね。まあなくても大丈夫なんですけど、多分あんまねずーっとそのままでしておくと多分首がプロッていっちゃうかもしれないぐらい重いでしょうね。いやー、すげえ、この角度でもかっこいいよね、後ろ姿でも。いやー、すっごいわ、これ。いやー、いいね、やっぱこれはいい。くわー、この今にもカメハメハを打ちそうだね。すっごいですしね。うわ、すごい。はあ、うわー、やべえ、すっごい髪のね
造形もいいし、まあこれね確か色違いがありますよね。もうちょっと濃いめの色のやつも確かありますよね。あのオレンジの道着のね、これはちょっと黄色の道着のバージョンですけどね。いやー本当はねオレンジの方が欲しかったんですけど、まあ売ってたのがねこの黄色の方だったんで、まあでも黄色の道着のやつでも、やっぱ全然かっこいいよね。オレンジの方の実物もちょっと見てみたいけどな。まあねまた機会があればね売ってたら買ってみたいと思いますけれども、いやーでもこれはこれですげえいい。やっぱ造形力だろうなこういうのは。いやー顔が何よりねかっこいい。この顔のあれでねもう全然フィギュア映えって全然変わりますからね。いやーすっげえかっけえこれ。この顔の角度めっちゃかっこいい。いやーすげえ、うわーかっこいい。はい、ということでね、今回はまあちょっとね時間が経っちゃった商品ではございますがね、ドラゴンボールスーパー悟空フェスからね、スーパーサイヤ人3の、悟空、こちらをね、ご紹介させていただきました。皆様ね、ぜひね機会がありましたら、まあもう UFO キャッチャーじゃ手に入らないんでね、中古で、買ってみてはいかがでしょうか。もしね、この動画を見て、よければ、チャンネル登録と、いいねボタンね押していただければ、嬉しいです。コメントもね、大体ほとんどね、私は返しますんでね、コメントもね、随時受け付けております。ぜひね応援のコメントいただけると嬉しいですね。またね、フィギュア手に入りましたら随時、紹介していきます。それではね、今回はこの辺で。ご視聴どうもありがとうございました。